物理法則とは、主として物理学の中で提唱されている法則のことである。物理法則に対して、自然法則というのは、自然の法則そのものという概念であって、基本的には、物理法則とは別の概念を差し得る。自然哲学から様々な経緯を経て、現在の物理学は生み出されてきた。科学というのは、かつて自然法則だとみなされた原理を多く含んでいる。 例えば万有引力の法則、ニュートンの運動の3法則、理想気体の法則、メンデルの法則、需要と供給の法則、等々である。物理学上の法則というものが、それが即、自然自体の法則そのものだと信じられることも多いが、物理法則というのは、自然法則の不正確な写しや禁止に過ぎないとする考え方もある。また、物理法則がべて永久で、 普遍の原理だなどと信じられていた時代も長かったが、これも現在では疑問視されることも多い。ビッグバン仮説が見出され、科学者らがその理論に基づいて分析した結果、この宇宙の初期の段階では、物理法則自体が定まっていない時期があり、あるきっかけで、物理法則自体がある方向性で決まっていく、空間自体の性質がある方向性で決まっていくというプロセスを経て、 現在我々が知っている物理自体が出来上がってきたとされているのである。また、現在の物理法則が将来も有効であるという保証はない。それはそう信じたがっているタイプの物理学者の心に存在しているだけであって、宇宙自体のどこにもそのような証拠はないと指摘されることがある。ガリレオ・ガリレイが考えた法則とニュートンがニュートン力学で想定した。 運動の法則の組み合わせは、記述内容も適用範囲も異なっている。また、ニュートン力学で想定されている法則の数と、その後の古典力学に含まれている法則では、後者の方が多い。ある時点で、物理学の領域で記述されている法則が、果たして本当に自然に存在している法則を、十分に記述しているかどうか、ということは疑問視されることがある。 ニュートン力学は20世紀初頭まで絶対的なもののように固く信じられていた。その後、ニュートン力学というのは絶対的ではないと理解されるようになってきている。床は秀樹もニュートン力学はどこまであると断言している。物理法則だけで世界で起きることがすべて記述できていると信じてしまうような信仰は物理主義と呼ばれることがあるが、 この物理主義というのは原理主義の一種であるとも指摘されることがある。湯川秀樹はニュートン力学は適用範囲が広かったことに言及しつつ、だからドグマになっても不思議ではなかったのだ、と述べている。つまり適用範囲が広くて、かつそれ自体で閉じているような理論体系を学習、習得すると学習者は思考がその理論体系に沿ってしか動かなくなり、世界を見ても 世界自体を見ることなく自己完結した理論体系や用語へと変換するだけなので理論のほころびがわからなくなりあたかも世界が理論に沿ってすべてが動いているようにしか感じられなくなってしまうということである本物の自然というのは人間の知的永遠の彼方にあってはるかに複雑であったり不可思議なことが実際には起きているのだそれなのに理論体系や 人工物に囲まれるとそうした基本的なことがわからなくなるといったことも指摘されている。観察結果から機能法によって導かれると主張されることもある。物理学においては一般に物理現象はすべて何らかの原理、原則に基づいて発生すると考え、現象を考察してそれを説明することのできる仮説を立てる。仮説が 経験的な改然性や観測による実証などを得た時、その仮説を導くために仮定された原理が、その現象を支配する物理法則であると認識されていくのである。これらは時代とともにより単純でより普遍的な、そしてより少ない原理へ修練されていく、あるいは修練させることが可能であると主張する人がいた。現象を数学的モデルによって説明するとき、 その現象は物理量に関する数式の形で述べられることとなるが、その際に現象を説明するものは物理量の間に成立する関係式である。これらの関係式の多くは変微分方程式などの方程式として定式化され、特に根源的な物理法則を表すと考えられる関係式は基礎方程式と呼ばれる。ありがとうございます。